得た否認の差別の現状。江戸時代の初め、徳川幕府は自分たちの権力を維持するため、士農工商という制度を作りました。農民や商人たちは重い年貢に苦しみ、幕府に対して不満を募らせていきます。幕府にとっても人々の不満が爆発して、反乱でも起こされたら面倒と考えたのでしょうか。そこで彼らのさらに下に得た否認という身分を置いたのです。幕府は得た否認をまとめて部落に住まわせ、制約の強い生活を強制したと言われています。ですが、よく考えたら得た否認は戦国時代まで人々から重宝されてきました。そんな彼らをいきなり迫害するなんて簡単にできたのでしょうか。実は歴史上この部分は大きな謎とされているようです。近年の研究では江戸幕府が得た否認を迫害したという証拠は全くなんと残されていないそうです。ですが幕府が騒ぐ前から得た否認の部落差別はあり、平民の間でもあいつらは汚れた存在だと陰口を叩かれていたという話はあるみたいですね。また彼らは動物の亡骸を扱っていたため独特の匂いを放っていたといいます。このようなことから平民たちに避けられ、偏僻な場所に住まざるを得なかったという状況だったようです。当時でも職業差別があったことを示す重要な証拠となるのではないでしょうか。一応明治時代に突入した1871年に解放令が出されたことで士農工商は廃止、身分は平等となり、得た否認は喜んだものの、一部の武士たちは面白くなかったみたいです。そのせいか士族による暴動が起こることもあり、まだまだ得た否認は差別の対象となっていたようです。ですがそんな暴動も徐々に収まり、ようやく得た否認も江戸時代の差別から解放されました。しかし平民となった得た否認たちに幕府はとんでもない追い打ちをかけます。得た否認は解放令後に牛や馬の亡骸を無償で受け取る権利も廃止され、貧困に陥りました。もちろん幕府はみんな平民だから平等ねと言って得た否認の生活を保障することはありません。そんな中明治維新が起こり、彼らの苦悩も存在も時代の流れとともにうやむやにされたと言われています。ちなみに当時の得た否認たちが住んでいた場所は現在も一部残っており、それが非差別部落問題へとつながっているんです。人々の意識は簡単に変えられないということがわかる話ではないでしょうか。ということで今回は得た否認の暮らしや差別について見ていきました。彼らは差別を受けながらも自分たちの生活を守るために自分たちにできることを考え懸命に生きていたことがわかります。ですが当時の差別問題は時代を超え、今なお完全に消えたわけではありません。皆さんは得た否認や日本の差別問題についてどう思いますか？